このように愉快なテストなわけだ。実のところを言えばこれが正解という選択肢はない。むしろどの答えであろうとも淀みなく素早く、そして確固たる信念と揺るがぬ強き自らの意志で選べるかどうか、その理由と意志の方が重要なのだ。私はそれを知りたいのだよ。ああ我が末裔たちよ、お前たちはどのような答えを見せてくれるのか実に楽しみだ。ん、私か。ああもちろん同じ問いを突きつけられたことがあったとも。その悪魔の問いに見事答えたからこそ私は黄金と名誉とあの魔女を我が物とすることができたのだよ。私が選んだ答えはどれか言うまでもないよな。なさて、そろそろ答えは決まりましたでしょうか。どれも選べないというなら、そのお命、せめて痛みがないよう安らかに頂戴させていただきますが。さて、せよ。はい、聞こえかねました。もう一度お願いできますか。殺せよ。ジェシカ様ならそのお答えを選ぶと思っておりました。さてこのテストはどの選択肢が正解不正解というものではありません。重要なのはどのような考えを経てその答えに至ったかという部分です。さあジェシカ様の、そして次期当主としての心構えを持ってそれをお答えください。別に死にたくて一番目を選んだわけじゃないぞ。二番のカノン君を死なせること、こんなのもちろん論外だから除外。三番のその他みんなの命、こんなのもちろん論外だから除外。そしたら一番目の選択肢しか残らなかった。消去法ですか。積極的にお選びになったわけではないと。悪くはありませんが、良くもない回答です。60点というところでしょうか。少し失望しましたよ。自信を持って選べみたいなこと言っておいて、そうしてやったら失望とは、自分勝手な野郎だぜ。消去法というだけではないようですね。いずれにせよ、落第点ですが、もう少しお考えがあるようだ。伺いましょう。死にたくないさ。だから一番なんて誰だって選びたくない。人は幸せに生きたくて生の限りをあがいてるんだぜ。だから本当はまず一番目なんてありえないはずなんだ。しかしあなたは一番目の選択肢
自分の命を捨てることを選んだ。その選択肢しか残らなかった。一応それぞれの選択肢を選んだ後の未来のことを考えてみたぜ。ほう、いかがでしたか。まずカノン君を死なせてみた。私は自分の大好きな人を見捨ててまで生きる残りの生涯を想像してみた。それはどんな生涯でしたか。生きるにも値しない最低の女だった。いつまでも自らの選択を悔やみ、ただ後悔だけのために生きるみすぼらしい女だった。大好きな人を見捨てて生きることを選んだ最低の女なんて私には許せない。私が自ら引導を渡してやる。ふっふん、勇ましい。では3番目の選択肢も考えられたのでは。あ、私とカノン君以外の全員を死なせても見た。カノン君はそんな私を好きになるはずはない。そして私もまた、いくらカノン君がいてもそのために見捨てた大勢の命が生涯十字架となってのしかかってきた。そしてその十字架はカノン君にまでのしかかった。私はカノン君に十字架を背負わせるために愚かな選択肢を選んだりはしない。もしそんなことをする私がいたなら、私はその未来の私を許さない。その女にも私が引導を渡してやる。私さ、生意気にもカノン君に説教したことがあるぜ。自分の人生を思い切り生きてみろみたいなこと。自分の人生を思い切り生きる、味わいある言葉ですね。それは意外にとても難しいものです。だからさ、私が胸を張ってカノン君に見せなきゃならないんだよ。胸を張ってお天道様を真正面から見て思い切り笑顔でいられる生き方ってやつを。あなたの自己犠牲をカノンは受け入れられるでしょうか。あなたの身勝手な選択が余計に彼を傷つけてしまうことには思いが至りませんか。だから伝言を頼みたい。ほう、お聞きはしますが、何しろ私は悪魔です。約束は守らないかもしれません。守って、約束。いいでしょう。それで彼に何と伝えればよろしいですか。カノン君の思い切りの人生を生きて。ううん、ちょっと違う。カノン君のじゃない。本当の名前は未だに教えてもらえないけど、本当のカノン君の人生を思い切り生きて、そう伝えて。お嬢様。ジェシカ、お前というやつは。炉の上は気まぐれですから、伝言をしなかった可能性もありました。幸運でしたね、私がこの光景を見せていて。そこまでこいつのために命をも投げ出せるというのか。申し訳ありません。ワルギリア様、お嬢様が命を落とされることはありません。僕を殺してください。二番目の選択肢に変
それで全ては丸く収まるはずです。その願いを私に叶えることはできませんよ。これはジェシカの選んだ自らの選択なのですから。私だって頑張ってるのであります。潰して家畜の餌とかあんまりであります。はいはい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。泣かないで泣かないで、おいしいお紅茶を入れてあげますからね。お前たち、ここの見張りを任せます。不審な真似をしたらすぐに知らせるのですよ。チャンスだわ。このヤギ頭どもは頭が悪いみたい。うまく騙せないかしら。私の言い分は以上だ、殺せよ。わかりました。それではご安心を。あなたへの死はどんな眠りよりも優しく慈悲深いものにいたします。くそまったよ。それは揺るぎない答え？ああ、揺るぎないね。なら、聞かせてもらうわ。ああ、ちなみにジェシカはどうも自分の命を差し出すことを選んだようよ。まさか優柔不断な君も同じ答えを選んだって言うんじゃないでしょうね。ジェシカはジェシカの答えを出したのさ。それがどの選択であろうとも、それはジェシカの答えだ。僕の答えに何も干渉しないよ。そう、なら改めて聞くわ。以下に掲げる3つのうち、はっきりこれしか僕には選択肢がないのさ。1、自分の命。2、シャノンの命。3、それ以外の全員の命。あなたが選んだのはどれ？まさかジェシカと同じ1番？違うね。へえ、
ならよかったわ。私にとって一番退屈な選択肢が外れてくれてよかった。じゃあまさかとは思うけど、2番シャノンの命を見捨ててみせる。まさか今夜まさに婚約指輪を贈ろうという相手をどうして僕が。これは大胆だわ。それが君の答えなの？そうさ、僕の答えは3番さ。聞かせてほしいわ。自分と愛する婚約者だけが無事で、それ以外の全てを犠牲にできる境地というのを聞かせてほしいわ。あなたもジェシカと同じで消去法というやつ。違うね。はっきりこれしか僕には選択肢がないのさ。自分さえ良ければいいと。愛する女と引き換えに世界を犠牲にできると。君は何を言っているんだい。何？僕は今夜ここにシャノンを呼び出し、婚約の証である指輪を渡すつもりだった。僕とシャノンの婚約を祝福しない者もきっと多いだろう。僕は彼女との婚約を宣言することで親族全てを敵に回すと覚悟していた。僕にはあるんだよ。この島に訪れたその時から、いや違う、彼女に婚約したいと打ち明けたその時からね。結婚さえできれば他の何もかも犠牲にできると。結婚とは自分は生涯妻の味方であり続けるということだ。僕にはその時点で彼女のために世界の全てを敵に回す覚悟があるんだ。それは何とも振るった答えだことね。なるほど、よく考えたら君にこれは気楽な選択肢だわ。だって君の両親は第一の晩にすでに殺されちゃってるんだもんね。今さら君にとって死んで困る人間は誰もいない。なるほどね、これは簡単な選択だったわ。何とでも言うがいい。これが僕の、そして僕の次期当主としての覚悟と選択だ。なるほど、ゴールドスミスと同じ答えというわけ。君もあどけなさそうな顔して、将来は飛んだ悪魔になるわけね。なんだ、私たちとてもうまくやれそうじゃない。君がゴールドスミスの後を継ぐ、そしてやがては私は召喚され、君に仕えることもあるかもしれない。それもあんだ、面白いかもしれないわね。僕には